はい、全チャンネルの順でございます。すいません。サカツクアップデーが終わったのになかなか動画撮っていませんでして、ちょっとね、体調悪くしてしまいましてね、今日が発信となります。では、スタート！はい、ということで、アップデーの方ちょっと見ていきましょう。ただ、もう新しいガチャが来たとかはもう分かっていますんで、1点だけ気になっている項目はこちらになります。でね、報酬にトロフィーが登場。 SWCC 強豪チームが登場する SWCC カップ開幕でございます。ということで、皆様サカツクやっている方はご存知だと思いますけど、いつも押していくとカップ戦っていうのが出てくるじゃないですか。なんと SWCC カップで決勝トーナメント進出チームが7チーム出てくるということですね。まあこれに勝つと初回優勝報酬、全ディビジョン能力アップ秘密練習がいただけます。プラチナゴールドディビジョンではゴールドトロフィーもいただけます。試合報酬として。そして順位報酬としてはスキル練習レベル4、そしてスキル練習レベル3などがいただけるということですね。いや、はっきり言ってこのイベントやったところで絶対勝てないです。だからといって皆さん、このカップ戦をわざとスキップするようなことしないでください。いい方法、おすすめの方法がありますので、ぜひとも今までスキップしていた方、もしくは、まあシルバーとかで挑んで勝てないっていうやってる方、私の方法で諦めをつけてください。諦めをつけるんじゃないね。その方法で育成方法がありますので、そちらの方でやってみてください。はい、ということで SWCC カッププラチナからシルバーディビジョンが入っておりますが、はっきり言いましょう。自分の手持ちの、チームが10万以上超えてなきゃもう 100% 勝てないと思ってください。はい、例えばシルバーを見ていっても入手アイテム的にはシルバーゴールドっていう感じでアイテムもらえますね。で、上の方のプラチナだとなんとここにゴールドが入っていると。そしてシルバーということなんで、挑戦していくとなんと手に入れるアイテム違います。例えばシルバーの方で挑戦すると、ちょっとこちらの方アイテムを見てください。でね、オフェンスのシューズが2、そしてディフェンスが1、そして4の2ですよね、数。この数字ちょっと見ていてください。そしてまあ今回の収入で獲得アイテム、もちろんこれは1回戦で負けております。ポールが400にコーチが40という成果になっております。ただプラチナの方でちょっとやってみましょう。挑戦する OK、こちらの方でもう勝てないっすよ。見てください、これ17万って倍ですよ、自分たちのチームの。もうこれでまあ適当に突っ込んじゃいましょう。できることだったら最強のチームで挑むっていう形をとって、もしかしたら勝てるかもっていうのもあるかもしれないですけど、もう全然そんなの買わないです。もう負けるのを前提で突っ込んだ方がいいです。そうすればカップ戦自体もそんなに消化せずに次のステージ進めるんで、一周早く進めると思ってください。早いとこ負けてくんないかな。よし、負けた。で、こっから報酬見ていきましょう。次へドン。こっちかドイ、シルバー10、そしてコーチが160ですよ。コーチ160、まあ先ほどの収入に比べたら全然いいっすよね。シルバー10ですよ、いきなり。シルバー20でゴールド1に変わりますから。で、もう一ついきましょう。プレゼントとしてもらえているものが、先ほど見てもらったのが緑のオフェンシブが4になってますね、今度で。全て倍以上になってます。倍以上となると、もうどうせ負けるんだったら一番強いチームにぶつかってアイテムだけかっさらいましょう。私1回戦で負けてもなんとゴールド1もらえましたからね、アイテムで。なかなか手に入れるの難しいと思いますけど、どうせこのカップ戦負けるのは当たり前で突っ込むんだったら、もう絶対一番強いところでやって負けて、アイテムだけどんどんゲットしていった方がいいかと思われます。はい、ということで総括していきましょう。はっきり言ってそうそう勝てるメンバーではないと思います、皆さん。前回プラチナリーグで SWCC 戦って10位以内に入っている方々だったらシルバーのところで回していって優勝するというやり方で、イベントをクリアしていくという人はいるかもしれないですけども、一握りの人間じゃないですか、一握り。それだったら僕みたいな弱小のチームの場合はもう一番強いチームを相手にしてアイテムをいただく、そして未来のために強くなるために準備していきましょう。それが一番いいかと思います。はい、今日はここまでにしたいと思います。もしよかったらグッジョブ、チャンネル登録していってください。これが私たち弱小チームの生き残り方でございます。では皆さん、バイバイ、ありがとうございました。